皆さん、おはようございます。朝刊原田の時間です。好評いただいております、幸せを高めるメンタルトレーニングシリーズですね。実践編、身近なところからできるクレド、メンタルトレーニングですね。それのヒントを皆さんと一緒に勉強しています。さて、今日のクレドです。今日のクレドは、歌を歌って集中力を高めてパフォーマンスアップ。歌を歌って、集中力を高めて、パフォーマンスアップ。今日のクレードでした。元気アップで、いってらっしゃい。音楽ね、音楽を聴いて、サイキングアップ、元気出す。音楽を聴いて、前回は元気を、これを緊張を、抑える、ね、サイキングアップ、リラクセーション。そういうお話でした。今日は、それに音楽だけじゃなしに、歌詞やね。歌を歌うね、実際に。口ずさみながら。これで、その歌の歌詞全体の、内容、どういう状況か。その歌詞を音楽歌いながら、口ずさみながら、それに、没頭していって、集中して集中力を高めるという。そういうやり方が、あります。皆さん、どんな歌が、好きですか？ね、僕は演歌なんかも好きなんですけどね、中島みゆきさんの糸っていう、歌がありまして、大好きなんですね。なぜ巡り合うのかを、私たちは何も、ラララララってあるじゃないですか。あれね、もう歌詞を見てるだけで涙出ますね。で、映画出たんですよ。映画できて。で、映画見たんですよ。めちゃめちゃいい映画なんです。私映画大好きで、趣味映画ですけどね、私のおすすめのベスト10の邦画ベスト10の中に入っています。糸、ぜひご覧になってください。これで、いろんな人生の別れ出会いがあって、最後は本当に純愛、遂げて、幸せになるって、そのこうストーリーがええねんね。役者がもうすごいいいんですね。で、あの映画を見て、そしてあの映画の課題曲を、口ずさんともうそこに入っていくわけ。ずーっとで、どうなるか言ったら、ちょっと仕事しんどいなとか、仕事で嫌なことがあったなと思っても、あの歌を歌うことによって、で耳で聞くことによって自分のメンタル高まって集中力高まる。ぐーっと入っていきます。だから、非常に頻繁に聴いてる口ずさんでる歌なんですね。それから、平原綾香さんですね。これちょっとまあ、知り合いの知り合いのこともありましてね、大好きですね。ジュピター、ぶりでありますやん、あれ。でこれもやっぱり聞きながらだけじゃなしに口ずさむと、そのジュピターが、描いている歌の歌詞、物語、それがやっぱり自分に降りてくるんだよね。ね、だから糸、ジュピター聞きながら歌うって、そのことによってね、自分のこれから頑張ろうということの物語、それを頭の中で作って、口ずさみながら集中力を高めるっていう方法があります。面白いですね。昔はね、鼻歌歌いながらなんてありますけども、同じですね。歌の中に感情が入っていて、歌の中にストーリーがあって、歌詞の中に自分を鼓舞する、集中力を高めるようなものが潜んでいるという、そういう感じかな。やっぱりいいですね。音楽、映画、いいですね。ということで今日は、その聴くだけじゃなしに歌を歌って、そして集中力を高めてパフォーマンスアップということでした。皆さんはどのような歌がお好きですか？どのような歌を口ずさんで歌うと、調子が上がってきて元気が出るかな？ぜひ今日は、歌を口ずさみながら、仕事活動を、やってみてください。どんな風になるでしょうかね？楽しく、ワクワク感、責任感、充実感、使命感かな？高まってくることだと思います。挑戦をしてみてください。OK です。はい。では今日も元気アップでいきましょう。拍手お願いします。よー、お。歌よ。いってらっしゃい。ラグビーのワールドカップ、日本、大活躍、しました。すごく素晴らしかったですね。ね。リーチマイケル選手と、もう一人、やっぱりキャプテンといえば、堀江選手なんですね。何か音楽使ってやってますか？やってるよ、なんですか？煙。ね。あれ聞いて、元気出してると言いました。私実はカンソーネ、大好きでね、カンソーネってわかります？オーソレミーヨ。オーソレミーヨー。あれやん。